はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず海底神殿の多分ボスに続くところからですね。まあこいつらはちょっと使ってでもサクッと倒していきましょう。もう一発。真ん中から行くからこっちか。下に置いて、ああボスっぽいな。グラコスだっけ。あ、クリスタルがある。水のクリスタルか。あれはブクルルル。足は今眠いのだ。ようなら後に。ゲハ、お前は人間だな。どうして人間どもがこの水の神殿まで。まさかこの怪魔人グラコス様を倒して大陸の封印を解くつもりなのか。そんなつもりはありません。そうだ、それがいい。今さらそんなことをしてももはや手遅れだからな。しかしせっかくここまで来たのだ、手ぶらで帰るのも気が進まぬであろう。一つこのグラコス様の腹の足しにしてやろう。ブグルルル。いや、こんなキャラじゃなかったような気がするんだけどな。どうしよう、ためとこう。テンションアップ。多分雷神に弱いと思うんだけど、そううまくはいかないかな。85。白魔法で、ライブラ覚えてたっけな、こいつ。覚えてないか、クリフトしか覚えてないか。まあ、じゃあ、魔法剣の、ああ、でも、雷鳴剣っていうか、普通に雷鳴の剣装備してるし。もう一回貯めとこう。で、こいつどうしようかな。こいつはもう、殴って。チャージ。こいつもなんか溜め出したよ。手裏剣と雷神だったらどっちが強いんだろう。手裏剣も使ってみよう。93。なんか手裏剣の方が強いぞ。溜める。テンション50。テンション100までいくのかな。メイルストロームいくつからう。くお、強そうだ。くわー、死んだ。マジかよ。せっかくビビここまで溜めたのに。てか壊滅する。うおー、間に合うか、回復が。猛毒の木、やばい。これはやばいぞ。とりあえず、回復に走ろう。猛毒でいくつだ ?28 かー。これ生き返らせるべきかなー。いくつあったっけ、フェニックス。3個かー。ビビ136しかないからなー。てか、マックス死んだからなー。うおー、これダメージ食らうんだっけ?そもそも、食らう。ダメだ、これ自利品になるな。いやー、マジかいって。普通に死ぬ。やられた、完全にやられた。完敗だ。初の全滅、いきなり全滅しちゃったよ。あ、ドラクエシリーズだからこっからか。お金が半分か。どうしようかな。ちょっと冒険をやめて、セーブポイントからやり直しましょう。いやー、メイルストロームがあそこまで食らうとはな。ちょっとここら辺はじゃあサク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 。はいにしよう。いかん、それはいかんぞ。まあ、結局変わらないんだよね。ビビ2回貯めたらもうちょっと3台を打つか。手裏剣。マダラスポイントとか効くのかな。こいつの白魔法何があったんだっけ。ディスペルとかってなんだろう。貯める効果打ち消しできるのかな。うわー、ミスったよりによって。こいつの引き出すでコテッちゃん。暗黒の音楽、暗闇。きたー、これどうしよう。防御しとくべきか。ちょっと防御しよう。これ貯めるってどうなるんだ。防御するとメールストローム頼む、耐えてくれ。半分だったらなんとか。うわー、ギリギリ耐えた。回復だな、これ主人公は回復。まずビビを前回まで上げて貯めて、あーテンション上がった。よしよしよし。でこいつは手裏剣で
回復薬がもう一人欲しかったな。クリフトにしておけばよかったか。アモールの水を使っておこう。津波マジかー。ぐおー、ダメだ。ちょっとアイテムで回復に入っていくか。主人公はまあベホイミで、サンダラウトくーらえー432 結構強い。でアモールの水役立つな。ちょっと体勢整ったかな。何これ、いてやばい。この全体攻撃がきついな。ビビとな、ルフィがちょっと脆い。アモールの水がそろそろなくなってきたか。手裏剣、まあ、アダラクモイト使ってみようかな。これで死んだら、うわー2回超えた。攻撃でラッキーとか思ったけど、そううまくはいかない。ベホイミの回復量が若干少ないな。アモールの水で一応全開にしとくか。ユフィはアクアベース、これいくつ食らうんだっけ。80くらいか。もう一回サンダラを打ちたい。くらえ345。また死なないか。結構タフだな。いやーアモールの水があと1個しかない。こいつはもう攻撃あるのみ。手裏剣がなくなった。あー倒したー。いやー強敵だったなグラコス。これさあ、グラコスのやりだ。経験値とか入らないからね本当に。ギハいかんいかんぞ。このグラコス様が滅びれば大陸の封印が、そう、それだけはグブ。お前は強かったよマジで。あ、動ける。なんか怒ってないかな。クラコスの槍ってでも槍でしょ。誰か装備できんの。主人公装備できない、まあ、ビビは無理だとして、ユフィもまあ無理だね。そうするとクリフトにあげるか。クリスタルに話しかけましょう。なんと水のクリスタルを手に入れた。あれ、手に入れたとかってそういう話だったっけ。クリスタルが語りかけてくれるのか。あ、一応大陸が元に戻りましたね。お、ワープがある。グランマーズのおばあちゃんどうなるんだ。あ、こんなところに、ちょっと地図を見よう。今どこにいる。今ここにいる。左上になんかあるな。とりあえずそっちを目指すか。あ、これ町だな。ここはアムルの町です。アムルの町ってなんだっけ。全然わかんない。覚えてないな。何ネタだ。南東に行くと川に囲まれたフィンの王国があります。でも徒歩はもちろん船でも行けませんわ。どうやって行けばいいのでしょうね。アモールの道大量に使ったかな。なるほど、フィンは普通には行けないのか。っていうかフィンの国民じゃあどうやって暮らしてるんだよ鎖国か。国交が途絶えている。おかしいの、堀の中に海の魚が泳いでおるわい。ああ、海に沈んでたからね。武器屋さん、お、なんだ2人いる。あ、ここら辺はあれか、手裏剣ちょっと買っとくか。まあ10個くらいでいいかな。変わらないな。こっちか、普通に武器は。フレームタウン、変わらないラインナップだな。ってことは防具も変わらないから、まあいいや。ふはなんだかずっと夢を見ていた気がしますと。まあ自分たちが海の底に沈んでいたってことはわからないみたいですね。てかここ何があるんだ。寝よう。あそこにピアノがある。ピアノとか弾けんのかな。話
話しかけましょう。とりあえず。あら、あなたも旅の人ね。だったらクリスタルの情報何か知らないかしら。あなたの持つその宝石は。まあ、あなたもクリスタルを探す旅をしているね。あなたも？え？こいつ何？アイラなの？全然気づかなかった。普通の酒場にいる人かと思ったよ。私はユバールの旅のアイラ。クリスタルを探したし持ち帰ること。中でも大地の精霊の力を受け継いだと。なるほど。まさかこんなところでアイラが仲間になるとは思わなかったな。でこいつは？うん、普通だな。一般人。頑張って働いてください。ピアノは弾けない。アイラ何バイトしてたのここで。アルバイター。アイラ西武将。せっかく倒したんだから。音変えよっかな。じゃあ、何にしようかね。そうするとミスティッククエストとかも覚えてねえしな。サガ1ってやったっけ。あ、ここに壺がある。この壺を調べよう。何にもない。あれ、右上の壺もあったな。ちょっとあれを調べたいです。あー、やったー、小さなメダル。裁きの杖、あと何枚だ。町を出て北に行くと占い師のばあさんが住んでるぜ。変わり者だが裏は確かそうだ。あ、そうか。じゃあ北行こう。歩いて行けんのかな。東には飛竜が住む谷があるぞ。飛竜は見かけによらずおとなしい性質じゃ。人を襲うことがないが、人前に姿を見せることもまずないじゃろうな。なるほど、飛竜をゲットしたいね。そうすると多分飛竜に乗ってフィン王国に行ってっていう流れかな。そうすると北、あ、山に囲まれてそうだな。歩いてこう、地道に。こいつらは何呼んだ。ブリザラか。ランドタートル。投げよう。スイトン。くらえ。おー、いいね。効率がいい、効率が。とりあえず、上に行くと。上に行けんのこれ。あ、多分あそこ飛竜の谷だな。その前にちょっとグランマーズのところに報告に行きましょう。うおー、回復させられた。マジか、水遁。おお、水に弱そうだ。あ、しかしたこれはやっぱりな、間違えた。ブリザラ。アーロン、遅い。よーし、18レベル。お、アーロンも上がった。アーロンは素早さが遅いな。あ、あそこに町がある。あー、なるほどね。完全に囲まれてるな。あ、小屋がある、小屋が。ここか？あれ？こんな音だっけ？お、いる。お、お前さんたちか。おかげでわしも自分の家に帰ることができたわい。ありがとうよ。なんかくれ。ところで、残り2つのクリスタルのありかじゃが、こればっかりにはわしにもよくわからん。使えねえな、おめえは。この先、船だけでは残りのクリスタルを探すことも難しかろう。そこで、この大陸の谷に住むと言われる、飛竜の力を借りるのじゃと、なんか出てきちゃった。ミレイユや力を貸しておやり。お前が持つ笛を使えば、飛竜を呼ぶことができるはずじゃ。わかったわ、おばあちゃん。それじゃあ行きましょう。うん、飛竜の谷か。なんか起こってない？メダル、メダル、小さなメダル。不思議な木の実もまあいいけど、メダルが欲しい、メダル。こういう花とかってあんのかな？ないな。あとは怪しい井戸があったから、そこを調べるか。これこれこれ。出たー、井戸招き。どういうことだよ。井戸招きって何に弱いんだ、サンダラ。弱いとかあんのかな、そもそも。こいつとしてちょっと手裏剣にしよう。風魔手裏剣とか欲しいなぁ。サンダー来い。来ない。2回攻撃できんな。強い。ビビの先駆け強えな。さてさて、じゃあ覗くか。せめてメダルは落ちててくれよ。あ、怪しいやつがいる。
ひゃー、冷たくて気持ちがいいや。おっと、俺がここにいるってことは内緒だぜ。その代わりいいことを教えてやろう。この大陸の南にはすごい宝が眠っている神の塔というのがあるそうだ。マジか、神の塔、すげえな。天空に続く塔とかかな。小さなメダルないし。レミラーマとか覚える人いるのかな。トルネコとかジタンあたりがなんかそういうの覚えそうだけど、こっちには行けないか。あー、歩いて行けないっすね。こいつらはウォータラにしよう。おお、ブリザードとウォーターの違いがあるからな今回。マダラスムージーじゃねえ。あれ、何に弱いんだっけグランドタートルって。普通にブリザードだっけ。ウォータラ、あ、クリフトが上がった。クリフトが、お、レイズ覚えた。神の甲羅。ちょっと一旦歩いて町に帰ってから宿屋で寝て、少し忍術系の道具を買い足して、ここの飛竜の山に行きましょう。オークだ。オークはなんだ、ブリザラ。くらえ。普通。毎回毎回50円使うのもな。どうなんだろうな。あれビビの方が早かった。8で倒したし。おお、アリーナも上がった。さてさて、結構モンスター出るな。なんだっけ、普通にブリザラだっけってのは。あ、そうだな、ブリザラ系の投げるやつがないな。カトン、あ、普通に通るな。で、投げる。いてててて、誰かなんか装備買ってあげようかな。アーロンの装備は買ったんすよね確か。虎鉄寝よう、とりあえず。まあいいか、ちょっとお金は取っといてもいい気がするからな。まあセーブをして、で、うちの忍術系を買ってこう。10個で500円か。いや、厳しいな。まあいいや、10個ずつ補充していくか。よし、これで恐れるものは何もない。クリフトが完全一軍から外れちゃったな。でもな、ボス戦の回復が、あ、アモールの水も買っとくべきだったか。アーロン今のところもしかしたらちょっといらないかもしんないな。多分あそこの飛竜の洞窟は、洞窟じゃないけど、馬車が入れないんで。水遁。カトンだった。あ、カトン結構効くな。ファイラ。弱点が明確になってればな、めっちゃ強いんだけどな。クリフトなんかグラコスの槍装備できそうだしな。ちょっとアーロンと変えよっかな。こいつらなんだっけ毎回忘れるブリザラ、え、水遁だっけ。くーらえー。ああ、そっか、ユーナも馬車に入れてたんだ。ライアンもいたな。またカメラの甲、カメラでね、カメの甲羅。馬車は、入れないね。ちょっとボス戦も見据えないといけないから、入れ替えしよう。アーロンとクリフトを変える。で、クリフトに、あ、間違えちゃった。
あれ、エンドってどれ？シフト。クリットに、お、クラコスの槍。おー、スカラは使えるか。よし、これでいこう。雑魚戦はビビとユフィに任せる。これ明らかになんかブリザラとかに弱そうだな。水かどっちかっていうと、今まで雷だったからな。水かよよりによって。あー、宝箱欲しい。何があるかな。テント、まあいっか、テントを使いますからね。コテージはないのかな。テントで全回復かな今回この作品は。うわ、なんか出てきたな。ブリザラ42か。スイトン、何、倒せない。34ダメージか、微妙だな。未だに魔導士の杖37、結構当たる。クリフトの攻撃と大差ないし。ん、こっちか。何、両方とも上に高くあるかなと思ったけど、芋虫やろうね。毒芋虫天柱サンダラ。加藤にしようかな。倒せない、マジか。もう一回ビビプリザラで、おっ、よし。あ、ユフィだいぶ近づいてきたな。あー、宝箱だ。よーし、 OK。 1000円、お金は大事だからな本当に。このゲーム買い物するとあっという間に金がなくなるから。こいつらサンダラ効かないんだよね確か。水かな。スイトン、これで倒せるな。まあ、クリフトはボス戦のために入れてる感じですからね。どっちだ。なんか上行くとそのまんまサンダー効くっけ。ランドタートル、そうでもない。よーし、あ、何にもなかった。お、これも懐かしいな。FF5 のマップそのまんまだな。なんかツムリはサンダーに弱そうだけど、あいつはサンダー効かないからな。なかなかうまい感じにモンスターを揃えてきたな。しかし、おお、72、結構当たる。レベル19。お、ミラクルソード。ミラクルソードってあれっすよね、攻撃するとヒットポイントが回復するっていう。あ、あそこにセーブポイントがある。頂上は近いかなと見せかけて、意外にまだあったな。宝箱、あれ、どっちの？左から回る感じかな。ブリザラ。だって今ユフィのさ、ブーメランってどんくらい当たるの？普通に投げて。あ、弱いマジ弱い。ブリザラ、うわ、食らった。しかも毒の息って、うわ、2人も毒になったよ。しかもミスったし。ブーメラン要因っていうよりは普通に忍術要因だな。特殊、このためにクリフトを入れてきたんだ。で、しかもデフォエミもある。レイズってマジックパー20も使うんだ。結構覚えてんな、こうやって見ると。クリフト、ルカなんとか、
邪気も覚えてるし。ガチャ、電撃無知。あー、小さなメダルだ。そろそろ交換できんじゃねえか。下なんかありそうだけど、なかったな。電撃無知って誰だ。またこのパターンか。毒が欲しい。燃えろ。雷神がいっぱいあんな。下か。で、一旦外に出て、ああ、なるほど。これでセーブポイントか。お、また低い鳥だ。ウォーター使う、ウォーター。ウォータラ。いや、普通だな。スイトン。どっちかっていうと氷に弱そうだったか。あれ、ミスが多い。そういうもんなの、グラコスの槍って。ブリザラ。うん、弱点は氷だな。氷と水が分かれてるのがちょっと厄介っすね。もう少しシンプルな感じでもいいと思うんだけど、テント使って。で、ちょっと記録を取って。行きましょう。え、もう頂上だよね。ここ抜けたらセーブポイントがあるってことは。あ、なんかいる。飛竜装。おお、こいつと戦うのか。これは明らかに炎に弱そうだけど、一回貯めとこう。で、カトンを使いつつ、そうでもない。どうしよう、固めとこっかな、スクルトで。これでも攻撃するしかない。飛竜装からちょっと片付けていこう。で、ファイラー、ほら、暗い。おお、暗闇の壁。別になんか勝手にってわけじゃなさそうだな。うわー、仲間を呼ぶ。待って、自分を攻撃してどうすんの。サンダーだけ出た。ちょっと白魔法でガイブラをかけますか。弱点はなしか。間違えた。でも雷神でもいいんじゃないか。個数いっぱいあるし、仲間をよく。こいつらもう仲間呼んで攻撃してくる感じか。クリフトはどうしようかな。ルカに聞くかな。下がった。これで主人公の攻撃でいくつ当たるか。守備が下がってる。72、普通だな。この繰り返しだな。祈っとこう。とりあえず天に届かない。もう何なんですか、クリフト君、君は。いや、グラコスと比べると大したことないな、こいつ。雷神と全体で、攻撃を与えつつやっていけばいいね。あの枯れてるお花はもう仲間しか呼ばない。お、なんか早い。呪縛マジか。これはちょっと想定外だな。麻痺をまず直さないといけないからな。クリフト君任せたよ。回復させとくか。ビビはちょっと打たれ弱いからな。暗い。
あーやばい、全員集合してしまった。全員集合した時にボスの花が何を仕掛けてくるかっすよね。こいつ暗闇になってるから祈っとこう。攻撃にはちょっと参加できないな。ただちょっと長期戦にはなってるな。めんどくさい感じになってる。もう一回50円ずつ使ってんだからこっちは。ファイラも意外に弱いな。40しか当たんないからな。間違えた。カトンくらい当たってくれればだいぶ効率がいいんだけど。すんげえ仲間呼んでんな。あと1ポイントいくつ。ちょっとライフラかけよう。クリフトやることがないから。あ、177、あとちょっと。これで、やった、100当たるぞ、これで。これで倒せんじゃないか？あー、倒せない。次のファイラで倒せんな。終わりだ。おー、ここで全員倒せるか。よかった、よかった。まあ、ザコスだね。グラコスに比べれば全然弱かったな。特に何にもなし。お、もし言い伝えが本当ならこの笛で。お前どっから出てきたんだ。さあ笛を吹くわよ。これで飛竜が来るのか。そうか、レナが出てこないからとりあえずミレイユがその役割を担う感じかな。そういやレナ飛竜草食ってましたよね、 FF5 で。お、特に何にもなしに乗ってった。あ、やった、飛竜ゲットで。ね、これね絶対あれっすよ。超えらんないよ、やっぱり山は。やっぱ飛空艇じゃないとこれ絶対超えられるでしょう。こんなかっこいい飛竜なんだから。おかしいよ。なんでいけないの。まあいいや、とりあえずちょっと街に降りますか。いや、降りるの全然。これ勝手に進んでいくし、この何もボタン入力しないと。はい、というところで、じゃあ飛竜を手に入れましたので、今回はこれで終了して、また次回やっていこうと思います。